ろしいでしょうか。今回のアルバム Easy Crazy は今の E Girls が表現できるポップとクールの二面性が存分に表現されたアルバムに仕上がってるんですけど、ここにある、ね、はい、すごい大きい画面で今流れてるんですけど、はい、ちょっと曲についてねお伺いしたいんですけれども、しゅうかちゃん、この曲、はい、どんなメッセージが込められてるんですか。はい、この楽曲はですね、働く女性をテーマにした楽曲になっていまして、歌詞の方もすごくこう OL の方がすごく共感できるような歌詞になっていて、私個人的には日本ですごく働く女性がかっこいいなっていうイメージが元からあったので、はい、なんかその楽曲をこうして E-Girls で表現できるのがすごく嬉しいですし、はい、E-Girls もともと高校生とかが多かったので、はい、こうして今成人のメンバーが増えて、はい、働く女性をテーマにした楽曲ができるっていうのは嬉しかったですし、そしてそんなね働く女性をコンセプトに働く女子に捧げるスペシャルコラボストアとして、こちらサマンサベガと E-Girls がコラボしたスペシャルショップが後ろの方に広がってるんですけれども、はい、オールデイロングレディの歌詞とかも、ね、すごいね、そこら中に貼ってある感じがなんかコラボ感がすごいあって素敵だなと思いました。はい、しゅうかちゃんどうですか。すごいですね、こう今までこうこの4人でミューズでやらせていただいたのも全部あるのかな、すごい、ね、歴代のがすごい全部あって、うん、ビジュアルがすごい、なんかこんなに4年やらせていただいてて、ね、はい、こんなに思い出があるなってすごい私たちも今なんかいろいろ思い出しました。すごい、ちょっと服装もね、OL さんも意識した感じでね、本当の OL さんみたい。今日はお世話になっているサマンサベガの皆さんとこういった形で、なんとサマンサタバサ朝毎朝朝礼をやらせていただいてるんですけど、それにも参加していただいたか、こんなにもずっと緊張しているのかという、本当ですか。そう、なんかすごく緊張して、まあ、いつもより違う緊張、いつもとはまた違う緊張感だったんですけど、でも大きなステージとかに立ってる時の方が緊張しそうですけど、いや全然こっちの方が緊張しそうですか。もうね、本当に名刺交換も一つ一つ、はい、もう一回一回が本当にもうブルブル震えちゃって、本当ですか。本当にリアルに名刺をいただいたりしてて、ちょっといいなって思いました。このオールデイロングレディの歌詞にもあるんですけど、はい、うん、声も仕事もなんか全部気を抜きたくないっていう、うん、なんか全部全力で頑張りたいっていう気持ちをなんかすごく働く日本の女性は皆さん持ってると思うので、はい、なんかやっぱり改めて OL ってかっこいいなと思いました、はい、なるほど。